こが新しい認知か。大帝国劇場。劇場？すみません、お掃除の邪魔なんですけど。うわ、すみません、失礼しました。私は帝国海軍少尉、神山清十郎です。ここに来るように言われて。もしかして聖兄さん？嘘！さくらちゃん、雨宮さんところの。はい、子供の時以来だから10年ぶりくらいかな。帝国歌劇団、花組の隊長になってもらいたいの。了解しました。若輩の身ではありますが、精一杯務めます。なんだ？さくらちゃん？もしかして盗み聞きしてたのか？してません。だって本当に聞こえなかったんだもん。暑すぎですよ、ここの扉。なんだって？なんでもないです。それで何のお話だったんですか？ああ、帝国歌劇団花組の隊長に任命されたよ。やったー、私も花組の一員なんですよ。だから聖兄さんは私の隊長さんです。あ、そうだ、これからは神山隊長って呼ばないとダメですね。いいよ、堅苦しいのは嫌いだから。ダメです、そういうのはちゃんとしないと。そういうものかな。神山隊長。わかったよ、さくらちゃん。私のことはさくらって呼んでください。その方が嬉しいです。嬉しいって、なんで？なんでもありません。そうだ、新しい隊長さんをみんなに紹介しないと。それに大帝国劇場のことも知りたいですよね。私が案内します。それは助かるな。じゃあ頼むよ、さくら。はい。歌劇団なんですから、やっぱり最初に案内するのは舞台ですよね。他の隊員も誰かはきっとそこにいると思いますし。でも本当にびっくりしました。子供の頃に遠くへ行っちゃった聖兄さん、神山隊長とまた会えるなんて。俺も同じさ、驚いた。さくらが帝国歌劇団に入っていたなんてな。それはだって私の夢だったから。憧れなんです、私にとって帝国歌劇団は。憧れ、夢か。さくらは帝国歌劇団に入るって夢を叶えたんだな。よかった。そうですね。舞台はこの扉の向こうです。ようこそ大帝国劇場へ。
男連れとは隅に置けねえな。ハツオ、もう変なこと言わないで。あ、すみません隊長。この子が花組隊員の一人、篠ノ目ハツオです。ハツオ、こちらは神山清十郎さん、私たちの新しい隊長さんだよ。ああ、そういえばそろそろ来るって話だったっけ。篠ノ目初穂だ。よろしくな、隊長さん。よろしくね、初穂ちゃん。ああ、初穂ちゃんだ。おい、さくら。ずいぶん慣れ慣れしいやつだけど、大丈夫なのかな。こんな男に引っかかって、お前が心配だぜ、私はよ。何言ってるのよ、もう。隊長も隊長です。もっとちゃんとしてください。ごめんごめん。それじゃ次へ行きましょうか。また後でね、ハツホ。おう。はい。お疲れ様です、ハルさん。神山さん、何かご用ですか？いえ、用というほどのものでは。そういえば、カオルさんは風組の一員だと聞きました。その通りです。大帝国劇場のあらゆる活動を支える。なるほど。そして、帝劇の資金面は。そういうことです。ですが、私の一番の役目、それは。スミレさんの秘書ですか。支配人の秘密をいろいろ知ってそうですね。ぜひ教えて。なるほど。私にスミレ様を裏切れと。すみません。冗談です。二度目はありませんから、言葉にはきっと。はい。神山さん、花組の新しい隊長だ。はい。あら、キャプテン、今度は私の稽古を見に来たの？そんなところかな。相手がいた方がいいなら稽古に付き合うよ。助かるわ。それ
私の演技に合わせて決まったセリフを言ってちょうだい。さあ、それじゃあ始めるわよ。あら珍しい、あなたが私の部屋に来るなんて。雨でも降るんじゃないのかしら。それはひどいな、君の。だってあなた、散歩と。でも今日は違うよね。今のはなかなか良かったわ。この場面なら今ぐらいの声の大きさが正解。それで今日は何の用？俺と結婚してくれ。俺と。家と子供も一緒じゃダメかしら。それにこれはこれでありだけど。でも普通。想像以上に難しかったよ。あなたも筋は悪くなかったから練習。本当かい？お世辞でも。ただあなたは発声や演技。よかったらそれも私が付き合ってあげましょうか。花組十三箇条、改めて考えてみると、この楽屋だっていつも女の子たち。ん？なんだかここにいるのが。はっ、誰が来た。お稽古で汗かいちゃった。反射的に隠れてしまった。誰もいないよね。いや、ここで汗拭いちゃおう。なんだと。まずいな、出るに出られなくなってしまった。仕方ない。もっと見たい、その気持ちは否定できない。だがやっぱり。落ち着け、神山清二郎。さくらが出ていくまで。こ、はあ、さっぱりした。花組トップスター雨宮さくらで。なんちゃって。アナスタシアさんも来てくれたことだし、頑張れ雨宮さくら。えいえい、おー。花組のトップスターに。俺も力を尽くそう。
誰だ。君は、アザミ君？私の名前を知っている。何者？何者でもいい。名前を知られたからには、ただでは里の掟62条、秘密を知る者覚悟召されよ。待て待て待て、そうだ、おやつをあげよう。それで手打ちにしてくれないか。やっぱ無理か。三日月のおまんじゅう10個。え、本当に？よくない。里の掟79条、おやつで買収されるな。危うく掟を破るところだった。いや、強敵じゃなくて君の隊長なんだけどな。隊長？君は帝国歌劇団花組の一人、望月あざみくんだろ。俺は神山清十郎、先日から花組の隊長を待った。神崎司令から聞いている。隊長に会うためこの部屋で待っていて。その割にいきなり物騒だ。そうか、あなたが神山清十郎。改めてご挨拶つかまつる望月流忍者望月あざみ、これよりあなたの配下となる。ああ、よろしく。承知した。では、ごめん。どこへ消えたんだ一体。しかし忍者だって？やっぱりいましたね。隊長、あの子がクラリスです。熱心に本を読んでて。声をかけても無駄です。ああなったクラリスは何をしても。へえ、何？
手が勝手に。いけないことだって。聖兄さん、その手クラリスに何をするつもりですか？そのなぜか手が勝手に。言い訳無用です。ごめん、悪かったよ。こっそり触ろうとするなんて反省してください。はい。ところでクラリス君、全然気づいてないですね。というか、これはすごい集中力だな。ちょっと待ってください。はあ、うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。はじめまして。フィンレセット、なんで男の人がいるんですか？落ち着いてくれ、怪しいものじゃない。隊長？そうなんです、この人が今日から私たち花組。そうなんですか。それは予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長。クラリス！そうなのか？ええ、そうです。今の花組は昔ここにいた伝説の花組とはどうしようもない落ちこぼれ舞台ですよ。それは実に立て直し。前向きなんですね。もしくは何も考えていないか。都合よくハッピーエンドになるのは物語。それじゃ失礼します。さて、これは思った以上。そんなこと言っちゃダメです、クラリスはいい子ですよ。さくらの方が可愛いよ。何言うんですか、聖兄さん。え、そんな冗談ばっかり言って、もう恥ずかしい。それじゃ私もそろそろ行きます。闇夜の一戦、忍びの一撃。正義の刃で悪を打つ。帝国歌劇団参上。上の公園か、こんな有様か。さくらたちは無事なのか。雨宮さんの人は連絡が取れなくなっています。カオルさん、くそ、なんだこの雑音は。通信状態が悪い。コーマの妨害工作かも。まずはさくらたちと合流したい。無事かどうか心配。そうだな、よし、十分に警戒しながら進もう。マイル、動かない。はっ、うっ、はっ、お任せ。そう、風見。
づいてる？この魔幻空間。ああ、おそらくあいつだ。この魔幻空間を作ったのは。なんだい、もう来たのかよ。おお、やはり貴様か。姿を現せ。さて、これからたっぷりとてめえの仲間をいたぶるお楽しみタイムだ。てめえらが俺のところまで来るとこいつらが死ぬの、どっちが早いかな。貴様、落ち着いて。大丈夫、サクラたちはまだ生きてる。急ごう、一刻も早く合流するんだ。うん、やっ、うっ、これは大蛇、新手の甲馬。待って、聖十郎、望月流忍法破幻の術。聖十郎、この大蛇は幻術、アザミたちの攻撃は通用しない。なるほど、相手にするだけ時間の無駄か。アザミ、大蛇の動きに気をつけて進むぞ。抜けるぞ。ったく、まだ生きてやがるのか。まったく、しぶとい奴らだな。おい、人間。神、なんとかって言ってたな。様に名乗る名などない。確か神だったかな。お母ちゃんってか。うるさい、その口を閉じろ、コウマメ。闇を切り裂く神速の刃、ごめん、話しよっ。
通信はつな…ち切り抜け…みんなが助けを待っているんだ。この気配、清十郎、走って。なんだ、どうしたん。とにかく全力で走って。かつての歌劇団が消滅したあの戦いから10年の時が過ぎた大正29年、帝都に再び魔の脅威が迫る時、新たなる帝国歌劇団が誕生する。次回、新桜大戦第1話、新たなる風、大正桜にロマンの嵐。私たちの運命が動き出す。